読売新聞の上野です、はい、関連してなんですけれども、うん、大阪府と CE の取り組みとして、うん、あの先島庁舎であったりとか ATC にあの勤務する職員を時期によっては最大7割、削減することを目あの目指していくということも書かれてましたが、ある意味あそこで働かれてる方々はかなりその万博の運営を担っているというか、こう企画を担当されている職員の方々も多いと思うんですけれども、実際にその開幕の終盤の盛り上がりのところでそういう方々の職あの削減っていうのが可能かどうか、今どう考えになられているかを伺います。あのそれはね、そもそもまずいろんな部署があるので、万博に関連する部署だけじゃなくて、あの大阪府はもうかなり多くの部署も行ってますし、あの府市あの非常にたくさんの職員がそこで働いてますから、まずあの前提として万博関連の職員が大多数のわけではないです、現状として。でその上であの、まあ、7割一番多い時で削減目標を掲げてますし、テレワーク等で対応するのとともにですね、あのこっちの本館やあの大手前の方の本館もありますし、そちらのサテライトも準備しますので、もう今もサテライト機能あると思いますけど、こういうのはあの設置しながら一時しのげるように、それは十分可能だと思いますので、あの当然ですが業務にあの万博の事業遂行に支障をきたさないようにしていきたいと思います。